っぱり車道っていうところで、まあ、なかなかこう今までやってきてないっていうところも、まあ、ある中で、まあ、点を取ることだったりとか、まあ、アシストだったり、まあ、一番ゴールに絡む回数を増やすっていう、多くするっていうところをメイン目標にやっていきたいなと思います。まあ、とりあえずこの代表にずっと、まあ、呼ばれるように、まあ、定着するっていうこともそうですが、まあ、自分のチームでの価値っていうのは、まあ、私はもっと、まあ、上げていきたいなという思いですね。そうですね、やっぱそうだとも思いますし、まあ、相手もそんなに弱くないと思うので、まあ、その相手が強い中で、まあ、どれだけ自分のパフォーマンスできるかっていうのを、まあ、準備する期間はそんなに長くないですけど、まあ、そこも気持ちで、まあ、やっていくしかないなと思います。まあ、チャンスがあればもうどんどん自分で仕掛けて、まあ、さっき言ったように、まあ、ゴールにどんどん、まあ、絡む動きだったりっていうか、まあ、一発背後抜けるとか、まあ、ちょっとしたアクセントをする動きを、まあ、ちょっと意識しながらやりたいなと思います。